はい、さよなら、うん、すいませんね、はい、冗談ちょっとアイサーさん省いて勝手に切れてしまったので、お持ち帰りよ、中で食えない、だったら配信できないから、テッドいらっしゃい、うん、外だって中で食えないから、あこれ箸入ってんな、うん、そう一個で、あのなっけ一番でかいやつ頼んだ牛丼、うん、そのなっけ一番でかいのでって言った、うん、分かんないから、そのもうちょっとサバから離れててどの種類あるか分かんないから、うん、一番でかいのでってとりあえず言っていや釣りだくんしてない、玉ねぎ抜きの普通で卵とキムチにした一番大きいのでって言った、卵とキムチはつけたよ、うん、玉ねぎ嫌い食え、うん、そうそう、汁物買ってないな、忘れてた、後から見てさ、なんかコメント書いてあったけど、味噌汁って書いてあったけど忘れちゃった、牛丼、玉ねぎね、玉ねぎ抜き牛丼超特盛り、はい、でね、こちらを あとね卵。このね3点でお送りします。ということでね、こちらね、はい、卵とね、キムチをかけましたので、はい、紅生姜はね、僕ね、入れません。はい、あんま好きじゃないよね。嫌いでもねえけど、うん、このオプションみたいなやつね。はい。ということで、いただきます。肉が多いね。うん。肉が多いよ。卵いらねえな別に。
まい。卵いらなかったな、卵。逆に食いにくいな。あの米がパラ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 しちゃうから。まあ歯には優しいけど。ということで、いただきました。はい。腹五分目だな、これは。うまかった。飲み物欲しいぐらいだな。朝食盛り。いや、あれだな。昨日食った飯よりあれだな。お腹のこの満足度が少ない。昨日じゃ、おとといか。満足度が少ないな。ちょっと。二杯食えるの全然食える。二杯で八分目ぐらいかな。二杯で八分目ぐらいだと思う。多分。ここまで行くとするならば、お腹のあたりぐらいまでしかないもんな、まだ。三杯は、頑張ればいけるような気がするけど。ホイル食べ方やっちロー的には十分足んないね。この前さ波か確か大食ったんだけど、やっぱ足んなかったもんね。食った感じがしなかった、なんか量的に、もう放送外だけど食ったのは。最近ね、今日、ひどいね、なんか。ビッグのカレーヌードル、未だに食う。ビッグのカレーヌードルは毎回3つ食う。部屋に、もう、ね、ローソン100でさ、買ったやつさ、いっぱいあるんだけど、そうそう。だいたい1回に6個買う、6個。3つ食う。ビッグのカレーあんじゃん、この。ビッグって書いてあるやつ。日清の。足りない。で、それにおにぎり2個ぐらいとか3個ぐらい食う、大体。ビッグのカレーのスープはうまいよね。スープ、汁。大食いではないんだよね、そこまで。なんか大食いのさ、人たちいるじゃん。YouTuber とか。あんなのは食えない。無理。あそこまでは食わない。古来生の人。まあ、でも一人よりは全然食うよ。一人は大食いだと思う。でね、俺ね、貧乏だったから、チーボーいらっしゃい。おかず一口に対してご飯を3回口に入れろって言われたのよ。親に、母ちゃんに。ご飯は米はあるから、だからおかずは一口に対して3回いる。もうそれがね、だからそういう食い方なんだよね、俺なんか食うのも。もう昔から。ご飯がやっぱ足りなくなるんだよね。米でかさ増し。弟もそう。そうだったな。戦後っていうか、まあ、貧乏だったの、本当に。親父がさ、
離婚してさ、金さ入れねえから、ちょ、金杯から通話かかってきたので、ね、金杯から通話かかってきたので出れないって言っていて、今ちょっと金杯から通話かかってきたんだけど、 LINE 出れないからさ、放送中さ、どうしても、金杯やってんでしょ放送、今来たよ通話、出れないんだって、放送中マイク使ってるから、 LINE の通話のマイクが出れないんだ、そうそう、携帯2個だ、ごめんだ、いいよ、知らなかった、まあおすすめ規制だからね、出れないよ、なんかあるんだったら、なんかね、伝言とかあるんだったら、鳩飛ばして、コラボやだよ、やだ、だってあれでしょ、コラボ上がりたいって、だってあれでしょ、金杯が話すことがなくなったからね、喋ることがなくなったから、人と喋って、な、閲覧稼ぎしたいだけでしょ、俺、うち、まあ、金杯と同じぐらいいるんでしょ、800人だから、多分、金杯と同じぐらいだろ、大体、うち。多分。そうでしょ、喋ることがねえから放送で、だから、まあ、夕方話してこれやろうって。面会行かないよ、明らく嫌いだもん。じゃあ明らく嫌いだって言っといて。明らく俺嫌いだから行かないって。そうそう。俺嫌いなんだよ、あいつ。向こう920人ぐらい、100人ぐらい違うのか。嫌いだもん。だから言っといて、金杯リスナーさん。俺、明らく嫌いだからって。行かないって。920は多いな。昨日のやりとりのフォローしとった？まあ、別に特にないけどな。金沢歩くとか行かないって。行かない。金もないし。ね、嫌いだし。金杯が養子縁組するしないだろよ。いいよ。仲間意識持たれてる。な、俺、なかなか、いろんな配信者あったりとかしてないからね。なんで嫌いか？明らく？なんか、悪口を言ってたから。悪口を言ってたから。散々。うちの放送とかコメント打ってたけど、俺が、さ、だんだんと構わなくなったら、自分の放送で悪口言ってたから。ネタじゃないよ。まあ、そういうのいかない。しつこかったから。まあそんな、明らくは言う以外、俺人相悪い？悪くないだろう。金杯チンはパイセン好きだから。